こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。最近の潜水艦日本がリチウムイオン電池採用を発表後、世界の通常動力型潜水艦計画が大きく変わったのは知っているだろう。そう、日本が今後主力とするハイブリッド方式だからだ。しかし、このリチウムイオン電池を採用するにあたっていろんな問題点も浮上していた。発火問題が第一だろう。次期潜水艦、次世代潜水艦もまたこのリチウムイオン電池を採用としてくる。潜水艦の大きさもまた大きくなるが、機動力は上がる。なんとも次世代潜水艦、潜水艦はすごいものに、静粛性と機動性、この二つを兼ね揃えた潜水艦は海底で脅威となるのは間違いない。他の国にこれほどの潜水艦ができるのは日本だけだ。ではもう少し詳しく見ていこう。2020年3月5日、ついに、そう、竜型潜水艦の11番艦である。桜竜が海上自衛隊に引き渡され、広島県の5基地を母港として、日本の領海を防衛する任務を担うべく、実戦配備されることが報じられた。すでに、そう、竜型の最終艦となる12番艦の桃竜も進水しており、2021年にはこちらも実戦配備されることが見込まれ、広い領海を持つ日本における切り札的戦力として大きな注目を寄せられている。この桃竜が、そう、竜型潜水艦の中でも、ひときわ世間の耳目を集めた理由の一つは、同時双竜型潜水艦でありながら、それまでの10番艦までと根本的に異なる新機軸を取り入れたことにあるだろう。この新機軸こそが、これまでの通常動力型潜水艦において、その登場から、実に1世紀以上の長きにわたって用いられてきた鉛蓄電池を世界で初めてリチウムイオン電池に置き換えすることに成功した点にある。現在軍事用の潜水艦の動力機関としては原子力推進型と通常動力型の2種類にまず大きく分けることができるが、一度核燃料棒を積み込んでしまえば、半永久的に燃料補給の必要がないという利点が原子力推進型にはある。さらに言えば、現代の潜水艦は用途的にも大きく2つに分けることができ、1つが SLBM を搭載した戦略級潜水艦であり、もう一つが敵の艦艇などを主目標とする攻撃型潜水艦で、一部には搭載する兵装によってそのどちらにも対応する艦も存在している。日本の海上自衛隊においては通常動力型であり、かつ攻撃型の潜水艦のみを保有しており、政治的にも原子力推進型の採用が難しいこともあり、
通常動力型の推進機関の進化に力を注いでおり、結果が今回のリチウムイオン電池の採用と言えるだろう。リチウムイオン電池はそれまでの鉛蓄電池と比較して充電に要する時間が短い上、同じ大きさで倍以上の容量を持ち、さらに蜜る放電の反復利用回数にも優れたものだが、これまでは安全性の観点から実用化が厳しかった。さらにコスト的にも比較的高価であるため、欧流に採用はできたものの、それ以前の10番艦と比較した場合で建造費が120億円増の660億円となっており、およそ 20% ほどは高騰してしまう結果となっている。しかし、建造コスト的には高価となった欧流だが、それ以前の素流型がディーゼル機関、鉛蓄電とモーター、スターリング機関という3種の動力源を搭載していたものから、スターリング機関を除く2種類に省力化した上で、性能も向上させている。これは、連続潜航時間を確保するため、機構の複雑化やスペース効率は低いことには、目をつぶって採用せざるを、得なかったスターリング機関を不要にできたことで、運用性やメンテナンス性、居住性にも好影響を与えていると思われる。細かい点で考えれば、スターリング機関はスウェーデン製のものを、日本国内でライセンス生産していたものでもあったため、日本の生命線とも言うべき兵器の潜水艦において、これに依存しなくてもよくなったことも歓迎すべきと言えるかもしれない。日本以外の世界における通常動力型潜水艦としては、先に挙げたスターリング機関を搭載したスウェーデンのゴトランド級やメスマシステムも、選択可能なフランスのスコルペヌ型、燃料電池搭載のドイツの 212A 型などが存在している。ちなみに、水中排水量は、スウェーデンのゴトランド級が1494トン、フランスのスコルペヌ型が同最大1800トン、ドイツの 212A 型が同1853トン。日本の総流型が同4200トンと、その大きさが際立つ格好となっている。こうした水中排水量の大きさにもかかわらず通常動力型潜水艦としては、大型な欧流の船体を、ディーゼル機関とリチウムイオン電池のシンプルな推進システムの、構成で稼働可能としたところに、高い技術力が伺えると言えそうだ。そもそも、欧流以前の総流型は、鉛の蓄電池の容量、パワーのみでは、波動しても水中潜航中に期待される推進力を獲得することが難しいため、大きさの割には低出力なスターリング機関を併用せざるを得なかった。これを、シンプルなディーゼル機関とリチウムイオン電池の構成に戻したことのメリットは、連続潜航時間、距離の延伸はもちろん、メンテナンス性の向上や、
限られた潜水艦内のスペースの有効活用など多方面に及んでいると言えるだろう。横流の収益によって実用化された通常動力型潜水艦へのリチウムイオン電池採用は今後拡大されていくとみられ、韓国海軍の新型潜水艦でも取り入れられる可能性が伝えられている。リチウムイオン電池の最大の難点は発火しやすいことだと指摘されていたが、横流の収益状況によって実用性が高いことが明らかとなれば、スターリング機関併用の非対機依存型システムは縮小していく可能性が大きいだろう。